はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ポケモン XD 闇の風ダークルギア続きをやっていきたいと思います。シュッシュ、あれ、なんだ、ペナススタジアム結構好きだったんだけど。さて、音楽を流したい。どこだ、ここか。あれ、え、渡せばいいのかな、渡せばいい感じ。あら、あなたいいもの持ってるじゃない。ちょっと見せなさいよ。わーい、ラッキー。これで暇つぶしできるかしらん。恋してるんば。あ、これで上に行けると。お、なんか落ちてるぞ。市長の手紙。なんと市長が正義に宛てた手紙らしい。読んでみた。正義君、大変なことになった。よりによってこのフェナスシティがシャドウの標的になったのだ。すでにシャドウは街に入り込み、こっそり街の人々と入れ替わり始めている。このままでは誰も気づかぬまま街を乗っ取られてしまうだろう。正義君、頼む。この事態を君の力で切り抜けてほしい。すでに私の身にも危険が迫って。襲われたんだ。お、ちょっとやばい、後ろから。まさかトレトレの正義さんにその手紙を届けようなんて思ったりしてないでしょうね。おお、なんでそんな、なんで一回転したら服が変わるんだよ。面白い人たちだな。ハブネークと雪わらし。雪わらしか。マジかよ、雪わらしか。まあ落ちないよね、一発じゃ。なんだろう、毒針とかかな。毒針覚えたっけ、あれね。どうしよう、マッパ。いや、ではハブネークで、うえ、ゴルバット、ゴルバットいいね。ゴルバット好きなんですよ、結構。落ちないのか、嫌な音。
どうしよっかな。騙し討ちで、騙し討ちで死なないだろ、多分。暗いな。威嚇が入ってたから、とりあえずキノコロに交代してボールを投げる。よしよし。グライナーって特攻あったかな？そんな。あんまりないよな。攻撃は確か90あったような気がするんですよ。それでも死なないか。まあこれでいろいろ正体が分かってくるやつらがいるんじゃないですかね。でも正義に手紙を届けても無駄だと思うわよ。あの人正義さんなのか、本当に。そこは疑問なんだけど。あら。どうして何かあったのか。何？シャドウが現れた。それはもしかして。こんな格好をしていたんじゃないのか。まともな人はどれくらいいるんだろう。なんかおじいさんとかは多分そう、まともですよね、多分。おそらく。あ、くぬぎ玉か。ガッサあれだな、なんか。なんだろう、虫タイプで止まるな。アリアドス。わ、外した。わ、やばいやばいやばい。地球がやばいぞ。とりあえず、クロコに交代。で、とりあえず電磁波。アリアドスの毒針のモーションってどうにかならなかったのかな。うわぁ、
火の粉で多分角一だと思うんだけど、あと騙し打ちか、やっぱり。あ、ちょっと待ってくれ。騙し打ちは特殊だもんな。よしよし、うわ、結構食らうな。おお、よしよし。うひ、やられました。やられちまった。回復しよう。何？あ、あ、こいつら。俺たちは正義さ、皆の憧れ、その名も正義なりキラーズ。番号、ああ、こいつらか。6、5、4。あ、今度ちゃんと言えてるじゃん。よし、完璧だ。ここまでそっくりだと兄弟とはいえ、誰が誰だか見分けがつかんな。いいか、俺たちの使命はここに迷い込んできた敵をかく乱することにある。あちこちに散って敵の目をこのトレトレからそらすのだ。見事作戦が成功すれば、幹部としての出世も夢ではないかもしれない。兄弟たち、ここを心して任務に与えよう。では持ち場につけ。怖っ。いやいや、見たことがある子供、確か砂漠のラボで。じゃなかった。俺は正義だから見てるはずがないんだっけ。いや、僕ちゃん、俺は、正義の味方、正義だよ。正義の味方、正義だよ。何でも相談に乗るぜ。え、砂漠のラボ、そんなとこ全然知らないな、なんて。俺はやっぱり、地獄耳目、ちょっとくらい聞き流せよ。久しぶりです。赤だから炎タイプかな。やばい、キノコルやばいぞ。かといって変えるのもちょっとめんどくさい。マッパで、あー、どうしよっかな。まあいいや。ドンメルってマグニチュードとかしてくんのかな。あ、待て、あー、2匹だけだった。そうだな、メガドレと噛みつくで落ちるだろう。ドメルかわいいな。とぼけた顔がいいですよね、なんかドメル。お前は俺たちの天敵だ。
ペーだ、覚えてろよ。逃げるんか。なんかあるぞ。バトルディスク19。ここの女性は仲間ばっかだからみんな俺のこと知ってるんだよ。紫だから毒タイプか。やばい、毒タイプでも止まるな。どうしようガッサ。キノコル変えよう。4匹いるから誰かなんか持ってそうだな。硬くなる。さあ3匹目は何かな。サンダースって電気ショック以外に電気技覚えんのかな。自力でなんか覚えない気がしてきた。あーさすがベトベタ。うわっ、こいつら兄弟なのか。6人兄弟。お子ちゃまのくせに強すぎるぞお前。なんか落としてた。バトルディスクか。やばいやばい、急げ。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。